こんにちは。幕末明治大好き歴書のアルマです。東京で平将門ゆかりの地を歴史散歩するシリーズ最終回、3回目の今回は新宿区エリアで将門に関連した言われのある場所を2箇所ご紹介いたします。また後半では将門のパワーで江戸の町を守っているという特殊な形についての言われとその歴史的背景などを考察していきたいと思います。この動画を楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。将門伝説を掘り下げたら、なんだか東京の見方がちょっと変わったような気がしています。それでは早速行ってみましょう。東新宿駅から出発です。つい先日も小泉八雲記念公園の撮影でこの駅から歩いていました。まずは平将門の気配が見え隠れするという神社を目指します。5分ほど歩いた歌舞伎町の外れに最初の目的地稲荷祈陽神社が見えてきました。御祭神は宇賀の御霊の御事、そして祈陽権現です。鬼というと何やら禍々しいものを想像してしまいがちですが、古くから鬼は神として崇められ、また悪魔や災いを払う力の象徴でもありました。そのため数はそれほど多くはないものの、鬼を神様として祀る神社は全国に存在しています。しかしそんな鬼の王様鬼王の名前を持つ神社は日本広しといえどもここだけだとか。珍しさもあってか江戸時代には身分を問わず多くの人々が参拝に訪れていたそうですよ。社殿によれば創建は1653年に遡ります。当時は大久保村と呼ばれていたこの一帯の鎮守の神としての稲荷社が設けられました。そして1831年、かねてから紀州熊野よりお迎えし付近に祀られていた祈陽権現が合祀されたことで稲荷祈陽神社となります。祈陽の名前を持つ神社って紀州熊野にも存在したの、全国でもここだけじゃなかったのって思われましたか。そうなんです。まか不思議なことなのですが、なんと紀州熊野には祈陽権現は存在しないのです。古来より信仰を集めた熊野三山では熊野十二所権現と称された神々が信仰を集めてきました。しかしその中に祈陽権現の名前は見当たりません。もちろん歴史の中で変遷した可能性は否定できませんが、ちょっと普通じゃないですよね。そこで囁かれるのが平将門との関係なのです。なんと平将門の幼名が下津鬼王もしくは祈陽丸で、そこから稲荷祈陽神社になったという噂があるのです。将門の出生については記録が定かでなく、実際の幼名が何であったかは断言できないんですけどね。まあだからこその妄想し放題とも言えるわけですが、紀州熊野には存在しない祈陽権現、そしてここにしかない祈陽という風変わりな名前、さらにそんな特殊な祈陽という名前が地元に受け入れられ広く信仰を集めたという歴史、つまりは将門公こそが祈陽権現だったということでしょうか。現在稲荷祈陽神社のお祭りしている祈陽権現は月読みの御事、大物主の御事、雨の田力臣の御事の御柱の神様の集合体です。しかしこの祈陽権現の定義は神仏分離の行われた明治期に定められたものとのこと。ということはそれ以前の祈陽権現の正体は謎に包まれているわけです。さらにですよ、明治の世になってから天皇が前々回の動画でご紹介した江戸の総鎮守神田神社へ参拝することが決まった際、御祭神に
勝手に親王を名乗り、天皇家にとっての逆賊となった将門公がお祭りされていることが物議を醸したそうで、その後は各地の将門公を御祭神とする神社が由緒を隠したり、御祭神から将門公を外したりしたというのです。つまり江戸時代においては将門公を紀王権現としてお祭りしていた稲荷紀王神社も、時流に沿って将門公をお祭りしていることを隠し、紀王権現の正体までを隠匿してしまったとしたら、わー、将門公の気配感じ始めちゃいましたか。稲荷紀王神社は病気時に豆腐を立って、ここで授与されるなで守りで患部をなでつつ祈れば必ず治るという信仰が江戸時代から有名です。今も歌舞伎町という繁華街の片隅にありながら、静寂の漂う不思議な空間です。そうそう、区役所通り側の鳥居のそばには有名な鬼の手水鉢力貴様を見ることができます。言い伝えによると、置かれていた家で不審な水音を発していたため、主人が後ろから切りつけました。その時の刀傷は今も向かって左側の肩に残されています。以後力貴様は一家を恨み呪ったため、この稲荷紀王神社へ奉納されました。奉納されてからは痛い熱いとうめき、相変わらず騒いでいたようですが、宮司さんをはじめ近隣の人々が水をかけて介抱するうちにおとなしくなり、今では水をかけると子どもの成長にご利益があると言われるまでになったそうです。稲荷紀王神社を離れ、平の将門ゆかりの地をめぐるシリーズ最後の目的地に向かいましょう。食安通りを大久保駅方面に向かって歩きます。エスニックな香りの漂う街角と住宅街を抜けた先に鎮座するのが鎧神社。御祭神は大和武尊の御子と大国主の御子と宿儺彦名の御子と、そして平の将門公。お、鳥越神社と神田神社を足したような顔ぶれですね。稲荷紀王神社から25分ぐらい歩いたでしょうか。暑い、リアル熱中症の危機です。さてさて、鎧神社と聞いて日本橋の兜神社を思い出しませんか。兜神社は平の将門の首を打った藤原の秀里が罪滅ぼしのためにと、将門の兜を土に埋めて塚を作って供養したことを起源としているという神社です。ご興味のある方はぜひ前々回の動画を見てみてくださいね。鎧神社の創建は10世紀頃とのことですが、それ以前からこの地にはある伝説が残されていました。東国を平定するために訪れた大和武尊の御事がここに鎧をしまい隠したというのです。おお、こちらは鳥越神社を思わせるエピソードですね。しかし大和武尊の御事だけではなく、平の将門の鎧もここに埋められているという言い伝えがあります。将門が藤原の秀里によって討伐された後、地元の人々がその死を悼んで鎧を埋めたとも、藤原の秀里が病に倒れた際、祟りを恐れて将門の鎧をこの地に埋め、祠を建ててその霊を弔ったところ、病気がたちまち治ったとも語られています。そしてそれを聞いた人々は将門公の霊を恐れ敬い、以後村の守り神とした。残念ながら境内に将門公を思わせるものはありませんでしたが、神田神社と同様に将門公を御祭神に祀っていることを公にしている神社です。明治政府の圧に負けなかったということなのでしょうか。ここまで3回のシリーズで合計8つの平の将門ゆかりの地をご紹介してまいりました。この8つの場所といっても、前回の動画でご紹介した筑戸八幡神社は筑戸神社がかつて置かれていた場所なので、この2つを1つと数えると合計7つになるわけですが、7箇所を線で結ぶと驚きの形が浮かび上がると言われています。
一部歩いた順番と異なってしまう場所もありますが、ご容赦ください。まずは台東区の鳥越神社、そして兜町の兜神社、大手町の正門塚、お茶の水の神田神社、九段の筑戸神社が長く鎮座していた神楽坂の筑戸八幡神社、先ほどの稲荷紀陽神社、そしてここ鎧神社。なんと北斗七星の形になりました。そして思い出してください、最初に訪れた鳥越神社の門が七曜門だったことを。七曜門は将門と血縁関係にあるという千葉市の家紋で、妙見菩薩への信仰を表すというご説明をしましたが、この妙見菩薩のシンボルこそが北斗七星なのです。ギャー、将門公、自分のゆかりの地が信仰する妙見菩薩のシンボルの形になるように首を飛ばして関東に戻ったり、たたりを起こしたりしたの？というのはさすがに無理がありますね。実はこの北斗七星の形になるように将門公ゆかりの地を拝したのは、江戸の都市計画を担ったあの天海大僧正だと言われています。天海が実際江戸を守るために鬼門、裏鬼門封じの社寺を設けたことは有名ですが、風水や陰陽道の力を借りた町づくりが行われました。その一環で武士の先駆け、強者として関東の政治改革を図り、命を懸けて民衆を守った将門公の力を借りようとしていたら、将門公のパワーを最大化するために信仰していた妙見菩薩のシンボル北斗七星の形にゆかりの地を散りばめるなんてこともありえるでしょうか。だからこそ当初は大手町にあった神田神社や筑戸明神を首塚と分けて現在の土地へと遷座したとか、これが将門魔法陣やレイラインなどとまことしやかに語られるゆえなのです。もちろん北斗七星を形成する神社についても諸説あるみたいですよ。他にも各街道の起点に将門公ゆかりの地を拝し、結界のようにすることで各方面からの邪気が江戸へ入り込むことを防いだなどという説もあるようですが、それにしてはちょっと江戸城の南側が手薄すぎる気がしてなりません。信じるか信じないかは皆様次第。3回に分けてお伝えしてまいりました平野将門ゆかりの地シリーズ、いかがでしたか。今回も最後までご視聴ありがとうございます。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。これからも皆様に関心を持っていただけるような歴史散歩の動画を配信してまいります。お楽しみに。